タカラトミーは富山勘太郎社長が代表権のある会長に退き副社長でオランダ国籍のハロルド・名イ氏が社長に昇格する人事を発表しました6月24日の株主総会などを経て正式に決めます富山社長はトミー創業家の3代目で1986年以降28年間社長を務めてきました 外国人を社長の起用によりさらなるグローバル展開などビジネスの変革を目指していくとしています一方12日に発表した2014年度の連結通気決算はバンダイナムコホールディングスの妖怪ウォッチが爆発的にヒットするなど競争の激化により売上高は 1499円と前の年度に比べ3%減少しましまたまた、子会社の不適切な会計処理やアメリカの子会社における民事訴訟の和解費用など18億円の特別損失を計上したことから最終損益は18億円の赤字に転落しました。